ファイナンシャルプランナーの駒崎です。本日のテーマはこちらになります。2024年火災保険料値上げ最大 33.6% というテーマでお話をしていきます。まずですね、この火災保険料値上げの背景としましては、今年のですね、6月21日、火災保険のですね、参考純率の変更というものですね、こちらが損害保険料算出機構の方から金融庁に届け出をしたというまず流れがあります。でこの改定の概要なんですけども、住宅総合保険参考純率というものですね、こちらが全国平均で 13% の引き上げ、そしてもう一つ水災に関する料率を5区分で適用するという話になっております。この2つ目に関してはですね、今回初めて適用されるポイントになります。それでですね、こちらがですね、保険料改定の時期というところですね。昨今火災保険料だいぶ上がってきてますけども、このような時期にこのくらいの比率で上がってきたという流れになっております。でちょうどですね、2022年10月、こちら 10.9% 火災保険料上がったんですけども、こちらもですね、その前年の6月にですね、この機構が出している参考純率、こちらの引き上げをもとにですね、各保険会社が平均 10.9% の引き上げをしたというふうになっております。ですので今回もですね、2023年6月21日時点の参考純率をもとにですね、およそ1年後以降にですね、火災保険料を各社上げてくるんではないかなと思っております。で今回は過去最大のですね、平均としては 13% のプラスの引き上げというふうになっております。詳しく見ていきます。まず1つ目、自然災害などによるですね、保険金支払いの増加とリスク環境を踏まえた対応ということで、まずこの改定の背景1つ目ですね、ご説明をしていきます。この中にはですね、2021年と2022年のですね、このような自然災害ですね、こちらで保険金を多く支払いしております。この保険金のですね、支払い実績をもとにですね、はい、こちらを新たにですね、来年以降のですね、保険料の増加に、まあ、適用するためのものですね、になっていくのかなと思います。プラスアルファですね、今回は築10年以上の住宅の割合の増加っていうところもですね、踏まえて築古の物件に関しましてはですね、その分保険料が上がる。そして修繕費の高騰ですね、これ物価上昇も踏まえてなんですけども、この辺の高騰もですね、火災保険料の値上げの参考になっております。そして3つ目、台風被害の評価手法の見直しというところですね、まあ、背景というところと少し異なりますけども、今まではですね、この過去の台風、今までずっと過去のですね、台風の保険金の支払い実績をもとにですね、保険料を決めてきたんですけども、新たにですね、今回からは近年の台風、まあ、近年の台風に限ってそこを参考にですね、保険料を当てていくというふうになっております。これがですね、今回の2023年6月にですね、機構の方で出した参考純率の変更になっております。そしてもう一つですね、二つ目が水災料率における契約者間の保険料負担の公平化というところですね。はい。で、これはですね、まずそもそも水災リスクっていうところを見ていきたいんですけども、大きく分けて3つあります。外水氾濫、内水氾濫、そして土砂災害ですね。土砂災害ということですね。でこれを詳しく見ると、この外水に関してはですね、河川の氾濫が主な原因ですし、内水氾濫はですね、集中豪雨などで、まあ、下水の処理が追いつかず水が溢れると。で土砂災害はその通りなんですけども、おおむですね、水害の被害額の 56.2% をですね、この外水氾濫ということで河川氾濫などから起きているということですね、まあ、これをニュースを見ていくとですね、皆さん、まあ、近年このようなことがたくさん起きてますので、このようなことがですね、保険料の増加につながるということは分かるのかなと思います。そしてこの現在ですね、この火災保険の水災保障に関しては、このようなですね、あの土地の立地とか建物とかですね、この災害が起きたっていうところ関係なしに全国一律で同じ保険料になっているというのが現状ですね。でこれをですね、今後はこの水災料率っていうのをですね、市区町村別に細分化する。そして水災リスクの危険度をまずですね、1から5段階の5区分に分けてですね、この1が一番低いんですけども、分けて保険料に反映する。そして区分1とですね、5の保険料差は約 1.2 倍というですね、まあ、このような水災料率のところですね、これが反映されるというふうになります。
まずこちら東京都23区で見てみますと、このようになっておりまして、こちらホームページでですね、水災当地検索システムというのがあります。こちらで各市区町村のですね、この1から5段階を調べることができまして、東京23区の場合はこのようになっているというところですね。まあ、千代田区2、中央区4、港区2とかですね。あとはまあ1のところも多いですね。新宿、文京区、目黒、世田谷、渋谷、中野、杉並、豊島区。あとは練馬区ですね。この辺は1ということで、まあ、保険料ですね。逆に下がるところもあるのかなと思います。これ全国のですね、市区町村別に反映されておりますので、こちらの水災当地検索システム、こちらホームページで検索しまして、見ていただければですね、ご自身の物件のエリアのですね、こちら水災料率を調べることができるというふうになります。これを踏まえてですね、火災保険料の改定率の例というところをご説明していきます。まず最初に M 構造ということで、まあ、R シートをですね、マンション構造、あと耐火構造のものですね、こういったものに関しましては、まず三大都市圏ではこのような形で改定率ですね、まあ、1等地から5等地までありますので、東京都に関しましては 4.3% から 20.2% ですね、上昇ということで全てプラスになりますね、はい、そしてですね、この全国で見ても最大に上がるところがですね、この M 構造の場合は宮崎県、最小値が香川県というふうになっております。次にですね、T 構造といいまして、こちらは木造準耐火、省令準耐火建物ですね。こういったものが該当してくるんですけども、三大都市圏ですね、まず東京と大阪府、愛知県、このような形でだいぶ上がっていくのかなというところですね。そして最大値がですね、群馬県、最小値が山形県ということで、まあ、ここは同じようにですね、1等地から5等地に合わせてなんですけども、左側が1等地、右側が5等地というふうに見ていただければと思います。はい。そして多くのですね、木造の建物なんかはですね、非耐火構造ですので、H 構造というものですね、火災保険で適用されております。こちら三大都市圏最大最小、このようになっておりまして、特に東京都なんかはですね、マイナスになるところありますね。はい、先ほどご説明しました、一等地とかですね、水災率が低いところに関しましては、保険料が下がるという傾向にもなっております。はい、でこちらはですね、各損害保険会社の改定時期、改定率についてはですね、まだ未確定になっておりますが、まあ、通常ですね、機構さんの方ですね、参考純率が出ますと、例えば前回でいきますと、1年後の10月に大手ですね、4社の方は、まあ、保険料が変わったりですね、その翌年1月ぐらいにはそれ以外の保険会社が変わったりとかですね、という流れになっておりますので、まあ、おそらく2024年の早ければ10月にはですね、火災保険料が上がるのかなということがまず一つ予測できることかなと思います。はい、まあ、これらを踏まえてですね、まずこの火災保険料の値上げに関しては、この賃貸経営の収支に大きな影響があるっていうのがまずポイントですね。まあ、今までとはですね、ちょっと言ってられないぐらい保険料だいぶ上がってきてます。ですので、物件購入の検討段階で、この火災保険を加味したですね、資金計画が必須になるのかなと思います。そして、特にこの広めの木造築フル、そして水災当地5の物件に関してはですね、この火災保険に要注意かなというところですね、今回参考になることと思います。ありがとうございました。